皆さんこんにちは、滝沢克成でございます。今回はこちらビビーのクリオネというエフェクターを皆様にご紹介させていただきたいんですけれども、これは何なんでしょうね。ブースターなのかな、アナログのパライコパラメトリックイコライザーなのかな、ちょっと何と言ったらいいかわかんないんですけども、今までこのチャンネルの中でいろんなエフェクターを紹介させていただきましたけども、まあ、今まで紹介してきたエフェクターの中で結構異色というか、あんまりこういうエフェクターって今まで取り扱ったことなかったなっていう感じの新しいタイプのエフェクターでございます。いろいろ音を鳴らしてみますので、ぜひとも参考にしていただければ幸いでございます。今回はビビーのクリオネだーい、うわーい。思想環境としてはいつも通りビリローレンスの BL1 から、実は私こんなものを持ってまして、ベベン、ビビーのプロフェッショナルトーンケーブル 5m、ストレートストレートの、シールでございます。今日はカナレではなくてこちらを使っていこうかと思います。箱をバーンと開けるとシールド出てきました。無臭です。シールドが出てきました。このシールドを使って今回鳴らしていこうかと思います。これをネジネジすると、ほどけまして、これをビルローレンスと画面ドンズバババババンとクリオネの方に接続をすると。で、私実はこんなものを持っておりまして、ビビーのこちらパワーサプライですね。あのリッキーさんの動画かな、なんかどっかで見たんですけども、この、あのパワーサプライ、ちょっとこのアダプターがでかいのがちょっと難点っておっしゃってましたけども、でも本体がねめちゃくちゃ軽くてちっちゃいんでね、このぐらいなんてことないと思いますね。で、このクリオネ本体もすごい軽いです。ちょっとせっかくなんでね、こんなものを持っているのでこちらを使って鳴らしていきましょう。ビビーのちょっとパワーサプライからペッとクリオネに行って、で最終的にごめんなさい、こっちは、普通にいつも通りのカナレです。これで OK で、アンプの方は、今回はブラックスターではなくポジティブグリッドのスパークを、使って鳴らしていこうかと思います。接続をしてみましょう。まあ、そもそもそのパライコって何よっていう方結構いらっしゃるかと思うんで、まず軽くその説明をさせていただければと思うんですが、とりあえず今アンプ接続してこんな感じです。で、これだけでも全然いい音で練習できるんだけれども、このクリオネがあるとね、そのねちょっとした微調整、かゆいところに手が届くみたいな感じの音質の微調整ができるんですよ。ちょっくらやってみますと、まずオンにします。で、この状態でこのブーストカットスイッチ、これをちょっとブーストにしてみましょう。で、ブーストにした状態でこのフリケンシーっていう言い方をするんですけども、この周波数をいじっていくと音質が変わります。ちょっと聞いてみてください。こんな感じ。この周波数をこっちに持っていくと、まあ、100Hz とかって言い方するんだけども、低音を、まあ、ブーストしてることになりまして、増幅ってことですね。上げてるんです。で、これ 400Hz とか、この1キロってのはその1000のです。 1K で、これは5000とかなんですけども、こっちに持っていくと高音を持ち上げてることになると、もちろん元々の音質もね結構かっこいい、サウンドなんだけれども、こっからちょっとこの高音セーブの方をガーッと持ち上げたいと思った時にこれが登場するわけでございます。クリオネスイッチオン。とりあえずブーストをガーッと上げてみて、その欲しい帯域を探るわけです。自分がこの辺いいなというところ、割とこの辺美味しいですね。で、これでちょっとブーストしすぎなんで、ちょっとブースターを下げる。ちょっと音量上げてみましょうか。切ると、聞き比べるとなんかモコモコする感じがありますよね。まあ、これはこの好みなんでね、どっちがいい悪いではないんだけども、この音を聞いた時にもうちょっとはっきりパリッとさせたいなっていう時にクリオネが登場すると。これ今そのブーストしてるパターンです。で、逆にこのモコモコしてるところを切りたいなと、カットしたいなと思った場合は、このブーストスイッチをこのカットの方向に回せばいいんです。とりあえず僕はいつもブースト側に回して、いらないところがどこにあるのかを探します。
辺かな。この辺がちょっといらない成分がだいぶ出てきたので、ここで一回カットすると。こんな感じで。で、カットすると音量が下がるんで、このレベルつまみでちょっと音量を補完しましょう。感じで使うことができます。で、ブースターとして使うこともできるんで、普通のこのエレキギターのその基本セッティング割った時にめちゃめちゃこのね、ぶっとくしてギターソロの時とか用にぶっとくして、このブースターの方もちょっとこうね、ミッドの方を揺らして切っておいて、バッキングで、ソロ、切っちゃうと、って感じだけど、入れろ。こんな感じでこのブースターとしても使うことができるという感じです。いかがでしょうか。これがそのね、パラメトリックイコライザー、パライコなんていうその、ね、言い方をしてるんですけど、まあ、基本の性能という感じです。で、聞いていただいて分かる通り、ノイズがね、全くないです。これ前に紹介したあのカリオン、あの時もそうだったんですけどね、ノイズがすっごい少ないんですよね。これなんだろう、パワーサプライとのこの相乗効果とかもあるのかな。で、このエフェクター、ギターで使ってもいいんですけども、ベースで使っても全然いけると思います。使い方はまたさっきと全く一緒で、とりあえずまあベースを鳴らすと。で、クリーントーンにして。で、このベースの、ジャリジャリ部分。みたいなのを、そのね、ブーストさせたいと思ったとしましょう。とりあえずブーストをグーッと上に持っていって、このフリケンションを回して、この美味しいところ。ここは探して、調節。なんか分かりました？シャキシャキ感みたいなのがありましたよね。これをオンにした方がなんかね、バキバキとこのジャリジャリって感じが出てきて、この音が前に飛び出すみたいな、なんかそんな感じがわかるかと思います。で、ブーストの使い方も別にいいんだけど、もちろんそのカットの使い方も全然ありで、例えばそのスラップをするときにさ、このバチコンっていうこのめちゃめちゃこの高音成分、このバチコーンっていうところがちょっと耳に痛いから、ここを削りたいなと思ったとします。とりあえずこのブーストをして、あ、この辺、あ、ここ見たい、このいらないところが出てきたあたりで、標準を定めてこのカットをすると、この辺もいいな、この辺
で、まあ、カットしすぎるとちょっとね、あの音がこもっちゃうんで、ちょっと適度にして。どうでしょう、もうちょっと分かりやすくしましょうか。こんな感じで、おまろやか。感じでこうね、イコライザーとしても使うことができると、まあそのいわゆるその EBS とかのマルチコンプとかでこのね、高音成分をバーッ潰してもいいんですけれども、こんな感じでこうね、音質とかそのフリケンシーとかその狙い撃ちしてブーストしたりとかカットしたりとかする使い方もできるということでございます。この状態で弾くと結構そのね、プルのそのバチコンっていうところがね、抑えられてるんで、結構耳に痛くないその優しいサウンドが奏でられているかと思います。他にもそのそうな、こうやって弾いてて、あんまりこのモコモコしすぎないような、なんかこうサラッとしたサウンドしたいなっていう時があったとしたならば、クリオネはまずオンで、ブーストをちょっと強めにして、この低音の方線、この辺のちょっとこの削る、で削った分だけ音量下がるんでレベルで補完すると、ベースの使い方間違えてますけども、こういうのをねオフにしちゃうと結構もうボサボサとするけども、入れるとさっぱり。なんでそのベースがメロディーとかそのいつ来るんだって話はするんですけども、まあこういう時にも役立つよという感じでございます。なんとなくね、分かっていただけましたでしょうか。結構まあ長く弾いてるからのこの辺にしておきましょう。今回はですね、その BB の、クリオネというパラメトリックイコライザーもしくはブースターの紹介でございました。まあね、ちょっとそういう使い方をするんだっていうのは何となく分かっていただけたかと思うんですけれども、やっぱりこうね、サウンド、その元々あったサウンドをこうしよう、ああしようって思った時に使うエフェクターって感じなんですよ。なんでそのカリオンとかと違って、とりあえずもう1個買ってこうバッて歪むとこうね、わーかっこいいぜ、うわーっていうエフェクターではないので、ちょっとそこら辺はね、あの要注意という感じです。あまりこうド派手な
なんかこうすげえうわーかっこいいとかそういう感じはなく、結構その渋いというか黒と好みのエフェクターなので、ちょっとそこだけねご利用いただければ幸いでございます。でもうまく使いこなせると、今聞いていただいて分かる通り、本当もうねそのサウンドの微調整、このかゆいところに手が届く、そうそうこうしたかったんだよ、このアンプとかその手元とかね、こういったところではその調整効かないようなすっごいピンポイントのここのところだけブーストしたかったんだよねみたいなのが、できる唯一のアイテムなので、そういったことをですね思う方、感じる方、そういったことをいつも感じてしまうような人たちは、ちょっと購入してみても面白いかなと、思います。そんな感じでございましょうか。今回もだいぶ動画が長くきたんで、この辺で終わりにさせていただきましょう。いかがだったでしょうか。ペロンとね、今回の、動画はビビのクリオネというエフェクターでございました。本体めちゃめちゃ軽いです。何が入ってるんだろうな。本当にちょっと中が気になる感じでございますけどね。まあ開けちゃダメですよ。開けちゃダメですよ。そんな感じでございます。もし楽器屋さんで見かけることがありましたら、なかなか面白いエフェクターでございますので、ぜひとも触ってみていただければ幸いでございます。そんな感じでしょうか。それではまた違うところでお会いいたしましょう。何かこの感想とかにリクエストがありましたら、ぜひお気軽の方に、お気軽にコメント残していただければ幸いでございます。それではまた違うところでお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ。最後までご視聴ありがとうございました。